対策を言う。1982年7月に実施されたラマダン作戦の実質的な失敗によりイラン軍に取りイラク領への進行作戦は一進一退の泥沼状態となった。イランはこの状況を覆し戦争を有利に展開するためあらゆる手段に打って出た。当初は石油採掘及び精製施設に対する攻撃であったが、やがて港湾施設。 ついで航行中のタンカーに対する攻撃へとエスカレートしていった。一方のイラクもイラン軍の反抗でいたデオいゼが非でもイランを停戦交渉へ向かわせる必要性に迫られていた。イラク空軍はその優勢な航空戦力を動員し同年7月14日にイラン領ハールク島の石積み出し港を攻撃8月12日にはペルシャ湾北西部一帯を 航行禁止海域に設定した。イラクによるハールク島付近での海上封鎖船は、実際には激烈でなく、多数の船が、同等に入港しており、ブシェフル港とバンダレ、アッパース港も使用しており、損害は警備であった。当時のイラクのサッダーム、フセイン大統領の狙いだったとされるイランによる、ホルムズ海峡封鎖は起きなかった。 航行禁止海域設定がなされる8月12日以前の8月9日には、ギリシャ席の貨物船が、イラク軍航空機によるロケット弾攻撃を受け沈没、乗員はイラン海軍艦艇に救出、韓国籍の貨物船も同じく、イラク軍機による攻撃で、炎上の末沈没、乗員9人が死亡、または行方不明となった。イラクによる航行禁止海域設定は、 このような事態を防ぐための処置であると説明がなされたが、実質的にはイランに対する海上封鎖であった。9月4日には、トルコ籍の貨物船、マーズトランスポーター号に、イラク軍ヘリコプター、または、海岸から発射されたエグゾセが3発命中、乗員3人、死亡、3人が負傷した。同時期には、カーグ島に対しての攻撃を強化した。 これに対しイラン軍守備隊は防空部隊を強化、イラク軍機は損害を回避するために地対地ミサイルによる攻撃も併用した。11月には禁止海域を拡大した。この時期のアメリカ合衆国、ソビエト連邦領朝大国は基本的に生還していたが、ソ連は一方が強くなるともう一方に援助して強大な勢力を作り出さない。 戦略を施行することとなる。アメリカはイラン革命政権と決定的な対決姿勢を崩しておらず必然的にイラクに援助が行われた。同じくしてフランス、スペイン、エジプト、ブラジル、中華人民共和国から大量に武器を取得、さらに韓国などからも弾薬や一部消火器及びその他の軍事物資の取得がなされた。イランは 軍事物資調達に関しては、孤立的状況にあったが、やがて、北朝鮮から少量ではあるが、武器などが売却される。イラン最大の武器供給国である、中華人民共和国は北朝鮮を、中立ち人に武器を売却し、後に直接取引するようになった。また、南アフリカ、イスラエル、シリア、リビアからも調達が行われるようになる。アメリカ軍は、 イラン・イラク両国の会場における戦闘に対処するため、当初はカタールやバーレーンとワンガニ諸国に駐留するつもりであったが、これらの諸国はアメリカの高級的プレゼンスを構築されるのを嫌い、必要に応じての軍事援助だけを求めた。これに対し、周辺国との摩擦も避けるために、アメリカ海軍はアラビア海上に艦隊を有力させ、アメリカ空軍は イスラエル国内の航空基地及びディエゴ・ガルシア島の航空基地で待機しペルシャ湾岸諸国から要請があった場合のみ出動する体制が取られた。イランはイラクによる船舶攻撃に対する有効な手段を持たず小規模な船団を組んでこれに対抗し一部の作業は自動小銃を所持したままのイラン軍兵士が代行した。具体的には シリー島およびラバン島沖の集合点を経由して、ブーシェフル港に入港。出港する場合は、夜明けとともに、ブーシェフル港を出発し、護衛なしで、貨物船は、バンダレホメイニ港に向かい、タンカーは、ハールクジマカ、バンダルヌーシェル港に向かう。北緯29度線にある、ホラムサ海峡に入る前に水先案内人が、乗船し、暗いうちに入港を済ませる。 この間は、船舶、灯台などの、10管制の対象となり真っ暗闇であるが、代わりに、イラン軍の沿岸レーダー管制を受ける。逆にブーシェフル港に戻る場合は、護衛なしで、昼間移動した。さらに、ペルシャ湾内を航行する際は、写真撮影や、無線封鎖を徹底し、各船舶には、元イラン海軍士官が乗り込み航行を支援した。 ノールーズ油田攻撃後は付近を航行する船舶に対し無線通信を義務付け応答しない場合は遊軍であっても逮捕した。これにより難民を乗せたイラン漁船多数が無警告で撃沈された。イラクは1983年になってもイラン艦艇、船舶に対する攻撃を継続した。それらの損害など詳細は不明であるが、第三国も含めて、 相当数の船舶が犠牲となった模様である。この年以降、イラク空軍及び海軍航空隊はフランスからミラージュ F1 と、そのつなぎのシュペルエタンダールを29機及びエグゾセミサイルを取得し戦力の増強に努めた。この年から、イラク空軍はイランの石油施設とそれに付随する港湾施設への攻撃を激化させた。 ただし攻撃に使用された玉種は、威力の低いロケット弾が種であったため損害は少なく、イランの石油積み出し能力は概ね前年と同じ水準であった。しかし、シャッタルアラブ川川口部にある、ノールウズ海底油電採掘施設を、イラク空軍機による攻撃で完全に破壊し原油が海面に流出、ホルムズ海峡まで広がった、石油汚染は、ペルシャ湾岸諸国に、 深刻な影響をもたらした。この頃には、イギリスのロイズ等の船舶保険の保険料は、以前の200倍になり、ペルシャ湾を航行する船舶も激減した。さらに世界における、石油需要は上昇していたものの、原油価格は、下落が続いていた。これはイランを中心に、ペルシャ湾諸国での生産過剰が原因であった。イランは、 エグゾセミサイル対策を講じた。一つは、おとりとなる、浮き船を、多数作りこれに反射器を乗せ、エグゾセのレーダーを、惑わせることを狙った。もう一つが、同じく反射器を取り付けた、無人機を随行させ、これにミサイルを引き付けようとした。5月以降、今度は、イラン空軍の F-4 戦闘機や P-3F が、第三国籍タンカーなどに対して、 攻撃を開始。イラク空軍の作戦距離外及び、サウジアラビア空軍の F-15 戦闘機の警戒空域外にて感激を縫うように活動した。ただし、使用したミサイルは、AGM-65 マーベリックミサイルのように、対戦車ミサイルが主流であり、船舶に命中しても小さな穴しか開けられず、大きな損害は発生しにくかった。本来であれば、 船舶による石油輸出に全面依存しているイランとしては、この種の攻撃事態自殺行為に近いがイラクに援助しているペルシャ湾諸国に警告を与えるために、あえて実行された。5月24日には、リベリア石のタンカー、ケミカルベンチャー号が被弾。この船は、日本向けの定期要船であり、日本にかかる船舶が攻撃を受けたのは、これが初めてとなった。 この頃からイランは、石油輸出先ガ側タンカーの空爆被害を減らすため、輸出先ガ側タンカーの航行をなるべくハールク島から離れた海域までにとどめることとし、ペルシャ湾南部のシリー島海域での積み替え輸送を開始した。具体的には、イラン側でチャーターした VLCC ウルスククラスの大型タンカーを母船としてシリー島海域の白地に停泊させ、 ハールク島からシリー島までやはり、イラン側チャーターのタンカーで石油をピストン輸送し、母船タンカーに積み替え。そこから、さらに輸出先側タンカーに積み替えを行うという方法となった。1月、イラク空軍は、シュペルエタンダールやシュペルフルロンに搭載された、エグゾセミサイルによって、船舶5隻を大破させた。これらの攻撃は5月まで継続され、 相当数の船舶が犠牲となった。イラク空軍は対象となる海域を事前偵察を行わず、無差別に大型目標のみを照準して攻撃した。5月25日、バンダレー捕銘に交付金にた8隻からなる船団を撃破、次第に攻撃はエスカレートしていった。夏頃には船舶保険料が正常値に戻りつつあった。 夏以降のフランスはイラクに対してのエグゾセミサイルの供給を渋るようになった。これはイランによるホルムズ海峡を封鎖を恐れたためである。5月29日にはアメリカ合衆国はサウジアラビアに対しスティンガーミサイル400発の緊急援助をした。6月にはクエート石のタンカーをアメリカ海軍艦艇2隻で護衛した。イランは1985年中に 約50隻攻撃したとされるが実際には少なかった。石油輸出に関しては、ハールク等の機能を一部シリー島に移転させ、被害を減らし、合わせて新規航路を開拓した。さらに、イスラム革命防衛隊に、海上部隊と航空部隊を新設、兵員3000人、昇海艇12隻、パトロール艇10隻。航空部隊は、人員2000人。 航空機10機が整備された。年度初頭にイラク軍は16から22隻程度の船舶を攻撃、そのうち5隻が被害を受けた。ハールク島の攻撃も続けていたが、少数機による高高度攻撃であるため致命的な打撃を与えることができず、イランの石油輸出に重大な影響はほとんどなかった。ただし、テヘランの指導者層は、 事態が深刻な方向へ向かいつつあることを理解し始め、9月29日にアリー・ハーメネイ大統領の声明において、ハールク島の機能が完全喪失したならば、ホルムズ海峡を封鎖すると明言した。3月27日にイギリスタイムズ紙にてイランと、中華人民共和国との間に、武器購入協定が結ばれ、その一部の引き渡しが始まったと報じたが、 3月29日に中華人民共和国外交部はこの報道を否定した。しかし実際には北朝鮮を経由してイランに流入していた。イラクもアルゼンチンからフマ IA58 部から40機以上とその整備部品と訓練を含む契約が結ばれた。このコイン機は人海戦術を採用しているイラン軍にとり脅威となると見られたが後に契約は キャンセルされている。冬から春にかけて、イラン海軍と革命防衛隊は臨拳、打法を強化。空軍による船舶攻撃も並行して実施された。陸上においても、第8次、バル・ファジュル作戦を発動、イラク軍のシルクワーム地対艦ミサイル基地を奪取し、航路の安全を確保した。この年8月には、輸出石油の積み替え拠点となっていた。 シリー島も空爆を受けたため、ホルムズ海峡内のララク島付近の白地へ、積み替え拠点を移動。ララク島白地は、ホルムズターミナルと、通称されるようになる。3月18日、テヘランにあるテヘラン声優所をはじめアフバーズ、声優所などへの爆撃を強化、ハールク島への攻撃も激化した。この3月末までにタンカーなど40隻以上が、被弾。 修復不可能な船舶の総トン数は、第二次世界大戦で沈んだ船舶の5分の1に達していた。この年には、イランコントラ事件が発覚。イランは、アメリカ製兵器と交換部品の調達に成功したが、アメリカの対イラン関係はますます悪化した。ソ連は、ニコライル・イシュコフ首相の新書を携えた、コルニエンコ第一外務次官を団長とする、 外交施設団を派遣した。この交渉にて、石油生成施設の修復と経済協力を謳った経済協力協定が結ばれた。フランスもイランに接触し、兵器売却とレバノンにおける人質事件の解決及び戦後の経済復興について話し合われた。前年に報道された中華人民共和国からの 兵器輸出は中国北方工業公資制を主体に10億ドル相当に及んだ。イラン軍は3月にホルムズ海峡北岸部クヘスタクトケシム島の2カ所にシルクワームミサイル基地を配置。これで同海峡を封鎖できる体制が整った。これに対してアメリカ合衆国は警告を行った。しかし、イランは年末までにさらに2カ所増設し、 ファオ半島にも配置され、中華人民共和国から購入した新型の C-801 ミサイルも配備された。5月6日、ソ連貨物船を攻撃。5月16日には、クウェート沖にて、ソ連タンカーが、嫌いに食雷した。8月4日から8月8日かけて、オマーン沖の空海域にて大規模な演習を実施、周辺諸国に圧力を加えた。 しかしこの頃には、イラン海軍の戦意は低下しており、それに、反比例して、革命防衛隊海上部隊は、訓練不足であったが戦意は旺盛であった。陸上では、ファオ半島奪回を目指して、準備を進めていたが、中、北部戦線の対処に防殺され、父として進まなかった。5月16日夜間から5月17日にかけて、 イラク軍のミラージュ F1 がエグゾセミサイル2発を発射、アメリカ海軍スタークが被弾した。この事件とクウェート籍の船舶護衛問題がきっかけとなり7月24日にアーネストウィル作戦が発動、ついにアメリカの本格介入を招くこととなった。7月以降、各海域にて、食来事件が多発、8月に入って、 船舶保険料は高騰し始めた。8月10日にイギリス、フランスが8月27日にイタリアが総海底等を派遣することとなった。他にも西側諸国を中心に派遣され、アメリカ8隻、ソ連4隻、イギリス4隻、フランス3隻、イタリア3隻、オランダ2隻、ベルギー2隻の合計26隻の王女隊となり、 総会活動と自国戦の護衛を実施した。一方、ペルシャワン,サン石油の最大の受給者でもある日本に対して参加各国は何らかの行動に出るべきとの声が上がった。キャスパーワインバーガー米国防長官は日本国憲法の制約があることを理解した上で資金面での援助を行うことを示唆した。これに対し、倉成忠外務大臣は6月に開催された。 サミットからの帰国途上イランに立ち寄り戦争終結に向けて交渉に臨んでいた。総会問題に関しては資金と電波広報施設の援助及び国連への緊急拠出を行うこととなった。ララク島白地で母船タンカーとしてチャーターされていた香港船籍の世界最大のタンカーシーワイズジャイアントがイラク空軍機の攻撃を受け大破、炎上した。 4月14日、ペルシア湾で、アーネスト・ウィル作戦を行っていたアメリカ海軍の、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲート、サミュエル・ B ・ロバーツが植雷し、損害を受けた。アメリカ軍はイランによって機雷が付設されたものと、断定し、報復とてプレイング・マンティス作戦を発動。イラン海軍のフリゲートやミサイル艇などを撃沈した。タンカー戦争により、 損害を受けた船舶の表である。ありがとうございます。